そこそこのこう距離感。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきたいと思います。本日の名言はですね、桂文枝さん、六代目桂文枝さんの名言で、ロマンがなくても生活はできるでしょう、でもそこには幸せの熱が感じられない、ということでですね、六代目桂文枝さんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。文枝さんというよりも三枝さんっていう方が、私たちはもうずっと慣れてたので、どうも文枝さん文枝さんっていうと、なんかちょっとね、まだ合わないんですけども、まあ六代目桂文枝さん、師匠ですね、文枝師匠、日本の落語家、タレント、司会者、上方落語の名跡、桂文枝の東大、吉本興業所属、社団法人上方落語協会第6代会長で、会長退任後は平会員だったが、2020年6月に特別顧問に就任。現在、同一司会者によるトーク番組の最長放送、世界記録保持者、新婚さんいらっしゃいについて、ギネス記録認定として、記録更新中ということでですね。新婚さんいらっしゃいは、もう何年やってます？ちょっと数はわからないんですけど、もう子供の時からずっとやってるんで、長いなと思いながら、見てるんですけれども、まあ、文枝さんのお話の方だと、ロマンがなくても生活はできるでしょう。でもそこには幸せの熱が感じられない。ロマンって、私今ちょっと大阪にいるんですけれども、いろんなロマンがあります。大阪ってやっぱりロマンっていうイメージがね、あるんですけれども、生活は確かにやりやすい場所です、大阪って。ロマンがあって。でもね、幸せの熱が感じられないって確かにそうかもしれないですね。じゃあ東京行ったら幸せの熱感じられるかってそういうわけでもないんですけれども、今まさにね、新型コロナ禍ですね。まあ、東京とか大阪とかね、大都市部、私の、まあ、よく住んでた京都だとかもそうだし、神戸もそうだし、まあ、あと福岡、名古屋なんかも、都市部なんかもそうですよね。今まで都市部にみんな集まれば幸せかもしれないという時代でしたけれども、そこにね、やっぱり熱量ってなかったなと思います。私はまあ、今仕事の都合上住んでる感じなんですけれども、このコロナ禍でですね、密を避けるだとか、いろんなことを考えたらですね、日本人もっと分散してですよ、住んでいった方がいいんじゃないかと。もともとね、もっと分散していたものがですね、なぜか都市部の方に集中して、まあ、完全に首都圏ですよね、首都圏の方に集中しちゃって、狭い部屋に皆さんが住むという状態だったと思うんですね。それがまあ、このコロナ禍でですね、密を避けるだとか、通勤電車を避けるとか、終電が早くなるとか、いろいろ考えてきたら、いや、実は今インターネットもあるし、ね、日本だったら楽天とかアマゾンとかもありますから、物流もしっかりしてるじゃないですか、田舎の方にもちゃんと運んでくれますから、実は田舎暮らしと言いましょうか、そこそこね、まあ、密を避けるようなところだと、幸せの熱を感じられるかもしれませんよね。ロマンがあるかもしれません。畑仕事しながら、まあ、平日はいろんなこう、ね、事務職だとかの仕事をするとか、営業職だけど、その営業行くのも密だから行けないから、まあ、オンラインでやるとか、それがね、実は本当はロマンかもしれません。わからないですよ。やっぱり密の方がいいとか、都市部がいいとか、いうお話のあると思うんですけれども、私のロマンってそうだと思うんですよ。まあ、田舎暮らしじゃないんですけども、やっぱりそこそこね、人がやっぱり離れて住むって言いましょうか。そこそこのこう、距離感っていうのがやっぱり大事だと思っております。これからもですね、新型コロナ禍ってずっと続くと思いますので、これ本当にいい機会だと思うんですよ。
日本人がまた分散してこう住めるような社会を作っていける、いい時代だと思います。それが僕ロマンだと思いますので、そこに幸せって多分あると思うんです。だから、皆さん住みましょうじゃないですけども、そういうふうになっていくような社会を作っていきましょう。本日も一日よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございます。動画に対してグッド評価、または毎日この名言を配信していますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。